フックのウクレレアンサー。このコーナーでは、僕フックがウクレレに関するさまざまなことを独自の見解で述べていくというコーナーになっております。これは iPhone1 台で録画そして編集までしておりますので、こう字幕とか楽譜とか出てきません。もしも分かりやすい楽譜字幕付きの動画を見たい方は、再生リストからレッスンの動画、僕のパフォーマンスの動画をご覧くださいませ。では、早速今日はストレッチについて紹介していきます。だんだんね寒くなってきましたので、ウォーミングアップとかストレッチなしで、引いているとちょっと腱鞘炎とかねなるリスクが高くなるので、ちょっとそれをなくすために、今日紹介するストレッチなんですけども、これは僕が19、20、21とロサンゼルスのミュージシャンズインスティテュートという GIT ですね、名門の学校に留学しておりました。そこでスティーブ・トロバートというねカントリーの名手のギタリストがいました。ロサンゼルス、カリフォルニアではねカントリーを聴かしたらもう一番じゃないかと言われてたスティーブ・トロバート、その彼が、当時ちょっと腱鞘炎気味だったんですね。でその時スティーブ・トロバートがやってた、ストレッチはこんなストレッチです。これねウクレレマガジンの夏号でも僕紹介してたんですけども、実際に一緒にやってみましょう。まずはこうですね、人差し指でしたらこう向きになりましょうかね。これででこう軽くこう指を持って引っ張ります。1、2、3、4、5、6、7、8。この時はここの筋が伸びてる状態です。こういう風にね持って1、2、3、4、5、6、7、8。次中指1、2、3、4、5、6、7、8。次薬指1、2、3、4、5、6、7、8。次小指1、2、3、4、5、6、7、8。このストレッチは運動する時のストレッチと一緒で、痛くなるほどはやらないで、気持ちいいかなってところで止めるようにしてください。で次あと親指1、2、3、4、5、6、7、8。で今はこっちの筋をこっちの筋を伸ばしましたね。でその次は反対側、こう手を何ですか、こう手のひらが見えるようにして親指このように1、2、3、4、5、6、7、8。次人差し指こうですね1、2、3、4、5、6、7、8。次は中指です。1、2、3、4、5、6、7、8。はい薬指1、2、3、4、5、6、7、8。もうすぐお風呂に入れます。よく僕これお風呂に湯溜めてる間に録画撮影してることが多いんですね。まあわかりますよね。はい小指1、2、3、4、5、6、7、8といった感じで、左手も同様にやってください。今は1、2、3、4、5、6、7、8でやりましたが、伸びてないなって思う方はもう少し時間をかけてじんわり伸ばしていってあげてください。このストレッチはねあれですね、こう静的ストレッチですね、動的静的、動く動かないってあるんですが、動かない方のストレッチになっておりますので、まあある程度自分が気持ちいい程度に伸ばしてあげてください。で今日はそのスティーブ・トロバートがやってたストレッチについて紹介しました。で次回の動画ではフェン・イーがね、フェン・イーは今年の2月1月末から来て、ね、僕一緒に4日間ぐらい一緒にいたんですけども、その時にフェン・イーが教えてくれたストレッチを、また紹介しますので、それも一緒にやってみましょう。今日の動画がね役に立ったなって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あとねツイッターの方でいろいろ僕つぶやいてますので、細かいつぶやきしてるんで、それねチェックしてほしいんですよ。ぜひツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。はい、以上フックでした。どうもありがとうございました。